こんにちは、サンシャインチャンネルです。今日はクローブというスパイスを使って最強の虫除けスプレーを作っていきたいと思います。用意するものはクローブ、ホワイトリカー、保存用の瓶です。保存用の瓶は事前にアルコールスプレーで消毒をしておきます。消毒をした瓶の中にクローブを入れていきます。クローブがひたひたに浸るぐらいホワイトリカーを注いでいきます。こちらを1日1回上下に振って4日以降使えるようになります。クローブをホワイトリカーに漬け込んで今日で1週間経ちました。4日ほど漬け込むとだいたい使えるそうです。こんな感じでかなり色が出ているのと香りもかなり強くなってます。で、今回はこのクローブを取り出します。別の容器に移します。こちらの液体は冷暗所に保管すると約1年ほど持つそうです。取り出したクローブはまだ香りがするのでせっかくなので台所などに置いてゴキブリよけにしようと思います。ガーゼをかぶせて蓋をします。これをこのまま台所に置いておこうと思います。飼っているペットなどでクローブの香りと相性が合わないものもあるそうなのでその際は必ず調べてください。今回はこちらの液体の方を使って虫除けを作っていきます。アルコールに対応したスプレーです。この中に液体を入れます。精製水を入れていきます。今回は10倍ぐらいに薄めようと思います。このままだとアルコールは揮発しやすいのでオイルを入れていきます。今回はこちらのホホバオイルを入れますがベビーオイルなどでも代用できます。これを4滴ほど入れていきます。これで使うときには必ずしっかりと振ってから使います。で、このまま肌に振っていきます。なんか歯医者さんみたいな匂いが結構しますが肌は特に痛くはないです。皮膚が弱い方だったり子供さん
妊娠中の方などは皮膚が敏感になっているので気をつけてください。虫除けスプレー以外にも網戸に振ったり庭先に振ったりすると外からの虫を避けることもできるのでとても有効だと思います。虫除けスプレーは作ったらだいたい1週間ほど、他のものは冷暗所で保管をすれば1年ほど持つそうです。この動画がお役に立ちましたら、グッドボタンとチャンネル登録、コメントもお待ちしておりますのでよろしくお願いいたします。最後までご視聴いただきありがとうございました。